クローバーネット TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦、ギャンブル来さん、笑って暮らして医者知らず。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感したさまざまなゲストをお迎えいたしまして、貴重な話を伺いながら参考にしておこうという番組です。番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。武田先生、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回までの片山先生に続きまして、お二人目、そうですね、片山先生ね、ちょっと長崎県佐世保市小渡野なんてとこいますからね、はい、突如都会に出てきてねどうなるかと思いました。よかったですね、評判もいいし、はいはい、この番組はちょっと趣旨をね説明しとかなきゃいけないの、はい、そうですね、ご覧になった方がね、今までの地上波には見られないようないい番組だとお褒めもいただいたんですが、それはなぜかと言いますとね、今のこう治療とか医療、ここで言うのは治療も医療でもないんですよ、健康の保持なんですけども、まあ、健康の保持も含めましてね、やっぱり厚生労働省とか医師会とか、まあ、そういう人たちのやっぱり圧力もあるし、別にその人たちが悪意で圧力かけてるわけじゃないけど、そういうのがあってですね、まあ、やっぱり地上波なんかでやるのはすごく制約があるんですよ。だけど私たちから見ればね、まあ、そういうことと関係なく本当に医者に行かなくてもいいような健康を保つための具体的な方法ね、やっぱそれを知りたいと。特にネットの場合は地上波と違って繰り返し見れますからね、まあ、そういう特徴も生かした番組をやりたいということで、まあ、片山先生に頑張っていただきましたね、はい、本当に良かったと思います、はい、で今回は早速お二人目ということで、簡単にまずはご紹介したいと思います。自然治癒クラブの小崎総平さんです。小崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますでは自己紹介ということでお話しいただけるということだったので、はい、お願いいたします。ですね、まあ、僕自身はですね、今アメリカに住んでまして、99年からいて、でもう20年ぐらい向こうに住んでいるんですね。で、まあ、その中で、まあ、僕自身はもう医者でも薬剤師でも何でもない、わけなんですけども、とにかくこう健康に関して人間の体の仕組みはどうなってるかっていうのが、そこをね追求するのが好きなんですよね。でそれで、まあ、アメリカで言われているその健康情報をこう追っていく中で、こう日本で伝えられているそのに健康情報というものが、ズレがあるんですよね。でそのズレがあるところを、まあ、どうにかお伝えしたいというふうに思って、でそれで今 YouTube でですね、自然治癒クラブっていう、まあ、チャンネルを持たせていただいて、まあ、今現在ですね、そのチャンネル登録者数で、まあ、6万4千人、超えたんですけれども、まあ、そちらで、まあ、この番組のテーマでもあるですね、まあ、医者知らずの健康法、それをですね、まあ、僕らの方でも自然治癒クラブでお伝えさせていただいているという、状況ですね。小崎さんは僕はある人の紹介でお会いしたのがどのくらい前でしたかね。まだ1年も経ってます。まだ今年ですからね。今年ですよね、はい。最初はあのね名古屋でお会いして、はい、今小崎さんがお話になったようにですね、ポイントはですね、この番組のポイントはこの黒いクマちゃんがはてっつって考えてますが、通常はですね、こうある状態でなんか具合が悪いなとか思うと、そうすると我々はね、今まで医者しか思い浮かばないので、そのままじっとして悪くなってるのを、変な話、待ってる感じなんですよね。だん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 調子悪くなって、これ以上調子悪くなったら病院に行かなきゃいけないななんて思ってね、わざわざ自分の体が悪くなるまで待ってるっていう感じなんですよ、うん、そうですね、ね、うん、で、まあ、今日小崎さんがお話になるけども、今日はちょうど食事という点で、うん、具合悪いなっていう原因を自分で見つけてですね、それでこの元の健康な体に戻ると、はい、その具体的な方法の一つを今日はやろうと、まあ、そんな感じなんですね。そうですね、それは本当に私もね、小崎さんの話をずっとお伺いしたら、やっぱりアメリカではですね、はい、日本みたいに病院と日常しかないとかいうんじゃなくて、途中もあるし、それから何とかっていうのがあるんですよね。なんだっつ、ほら、資格でもあるし、その少し悪くなるやつを治す、まあ、今思い出さなかったらいいんですけど、まあ、機能性医学みたいな。あ、そうそう、機能性医学、はい、あ、それはね、もう完全医学の状態。あ、そうそう、アメリカではね、はい、だけど日本では機能性医学っていう言葉もほとんどないし、ないです ね、そう、だから、まあ、そういう意味で言うと、こう今
日本で言ったら、うん、その体の調子悪くなったら、うん、病院に行ってお医者さんに行って、うん、で薬を処方されるっていうような状況なんですよね。そうではなくて、でそもそも持っている人間の、バランスっていうものがあるんですよね、うん、でそれがまあ免疫であったり、まあ、神経学的な話であったり、でそして私たちの食べているもの、これが私たちの体をこう作っている、っていうような考え方から、じゃどのバランスが崩れているのかみたいな、そういうアプローチの仕方が、まあ、機能性医学っていうその分野なんですね。その意味じゃ、このクローバー、これでね、あの医者知らずっていうのを始めたんだけど、ある意味じゃアメリカではね、一応医者知らずの分野が医者の中にあるっていうことでもあるんですよね。ですから今日はね、そういうきちっとしたアメリカの機能性医学に基づいた話、それをだけど日本人が聞くと医者ではないという話、この分野になりますね。特に食事ですからね。で導入部分といたしまして、はい、動画のご紹介があるということですけども。そうなんですね。だから実際に、まあ、やってみて、で要は結果がもうボンボン出てしまったわけですね。だからここまでその食とか、その私たち普段が接しているようなものが影響があるのかっていうことで、であの まさにもう糖尿病っていうのは今現代の大きな問題になるわけですけど、もう糖尿病で A1C ヘモグロビン A1C っていうその数値なんですけど、 8.4 が1ヶ月ですね 5.9 まで下がられた、まあ、あの藤井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、あのその方のインタビューと、あとはですね、もう難病で指定されている線維筋痛症っていう病気があるんですね、うん、まあ、これはもう体中にガラスの破片でこうえぐられるような痛みが生じるんですけど、その原因不明ですというふうに言われている病気なんですけれども、その彼女が4ヶ月でですね、そのもう痛みが完全に消えてしまったというような事例がありますので、まあ、ぜひ、ね、その動画見ていただければと思いますね、はい、うん、ではまず最初にそちらの動画の方をご覧ください。ほぼ10年以上、糖尿病だったと。ひどい時が11なんていう時もあったんです。小崎さん見つけてしまったんですね。1ヶ月です、ね、1ヶ月で 8.4 から 5.9 まで下がったと。こうやって不要っていう状態になりました。いやもうこれは小崎さんのおかげ。全身にガラスの破片が埋め込まれているような痛みで死んでもおかしくない。小麦、砂糖はあくまできっちりだけど、死にたくなるような痛みがすぐ抜けて、何だったのって感じですね。たった4ヶ月はい、もう夢みたいです。それでは動画の方をご覧いただきましたところで、続いてのお話を。いや僕ね、うん、まああのあれ僕はなんかあんたのネットでなんか見たような気もするんですよ、はい、ね、はい、見てると思う。僕男性の方のね、はい、糖尿病の方の治った方の印象は非常に強くて、そうですね、うん、あのまあ、ずっとですね、こう糖尿病を克服しようとして努力をされていたんですね、はいはい、でまあお医者さんの言う通り、まあやっていけば治るだろうっていうふうに思っていたのが、うん、全く結果が変わらなかった、はいはい、でその中で、まあ、たまたま自然中クラブをこう見ていただいてですね、でそれで、まあ、実際に実践していただいて、はい、ここまで結果が変わるかと、うんうん、で、まあ、いうことでそのお礼のメッセージが来たんですよ、はいはいはい、でそれで、あ、どうだったんですか？あなたのビデオとかネットを見て、はい、ご自分でやられた方です、はい、でしかも厳格にやられてたわけですけど、なるほど、でそれで結果がもうみるみるこう変わって、はいはい、で今はもう薬が必要になくなったというような状態だったんですね、うんうんうん、でそれでまあお礼をいただいてですね、はい、いや僕自身もそこまで改善されるっていうのは嬉しかったし、はい、ぜひともインタビューさせてくださいということでお願いさせていただいたんですね。そうだから、まあ、糖尿病にしても、まあ、線維筋痛症にしてもですね、まあ、他の、まあ、あの血圧とかの問題であったり、うんうんうん、あと肥満ですよね、はいはい、肥満であったり、あ、自己免疫疾患、はいはい、まあ、そういうような、うん、あの問題っていうものも、うん、まあ、実は体の中で起きている、まあ、炎症、うん、その体の中で火事が起きているみたいなことなんですけど、はいはいはい、それが元になって、うん、でその、まあ、火事が起きるとですね、壁が黒くなったりとか、木が折れたりとか、いうようなことが起きますけど、この体内で起きていると細胞とか組織も、そうやってダメージを受けてダメになっていくというような流れだと思うんですよね。あの、小崎さんが言われる炎症っていうのは、いわゆる僕らが言う炎症っていうのはですね、はい、体の中に細菌が入ったりウイルスが入ったりして、はいはいはい、それによって可能したりなくす、それに対して赤血球なんか行って、はい、そこで戦うと、はい、戦う時の熱が発生している状態は炎症と、はい、
まあ、こういうふうに認識してるんですけど、はい、もうちょっと別の意味でも使われてますよね。ですね、その、うん、それは、急性炎症って言ってですね、まあね、手切ったと、うん、そうそう、バイ菌入る、そう、ね、あのそしたらその中に入ったものが、免疫が対応するわけですよ ね、 ね、で攻撃をして、でその体の敵を排除しようという、はいはい、自然な流れなんですね、はい、でそれが、まあ、永遠にね、うん、あの1年間腫れが続くとか、うん、ね、2年3年って続くってわけじゃなくて、はい、でそれが引いて普段の肌の状態に戻る、はい、まあ、これが本当の意味の自然治癒なんですよ、はいはいはい、でところがこれはあの急性炎症って言われてるものですけど、うん、問題としてるのは慢性炎症、炎症ね、うん、慢性的にその炎症が起き続けてしまうみたいな、そういう問題がだん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 じわ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 、体をこう侵食させていくみたいな感じなんですね、うんうん、だから火のイメージでいうと、もうキャンプファイヤーのみたいな火ではなくて、うん、その木が燃え切って、そのくすびみたいな、こうちっちゃい火、なんか木の中になんかまだ消えない火があって、それがざーっとくすぶり続けてて、そうです、もう熱くてしょうがない、痛くてしょうがないと、はい、そういう状態で、そういう状態が皮膚で起きたら皮膚炎、はいはい、脳内で起きたら脳内炎症であったり、はいはい、まあ、認知症とか、はいはい、まあ、パーキンソンみたいなものにつながったり、まあ、臓器で起きたり、はい、でまあ甲状腺にいたら甲状腺のね、自己免疫疾患につながったりとかするっていう感じですね、うん、なるほど、なるほど。じゃあ、今日はね、ちょっと僕も迷ったんですけども、まあ、本命がやっぱり糖尿病ですからね、はい、うん、ですから、まあ少し難しくても糖尿病から入ろうかとそうですね、しかもね、糖尿病の患者さんってものすごく多いし、はい、それからもちろんあなたが言ってる通り、日本のお医者さんは糖尿病は治らないと、はい、一生治らないと、うん、せいぜいご飯を半分にするぐらいだと、うん、まあ、いうふうに言われてるわけですよ、はい、それがね、そうじゃないっていうだけでいかがわしいと思ってますからね。でちょっと僕のフリップありましたか、はい、それが僕が最初だった、あなたが最初だったんですか、こちらですかね、はい、あ、それですね、これはちょっと僕がね、はい、準備したものなんですけど、日本における、これは糖尿病だけじゃなくて、腎臓、人工透析ですね、はい、腎臓がほとんど機能しなくなって、まあ、普通は血の中に溜まってくる不純物を腎臓の糸状体って言ったかな、それでろ過して、それでおしっこにして出すと、でそれがだん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 機能が悪くなってくると、もう腎臓はダメだから人工透析しなきゃ、はい、これは悲惨でね、うん、僕も膜の方だけの研究はしたんですけど、もうほとんどもう一生懸命やってますよ、患者さんは、はい、だけど一生もう人工透析始めたら一生逃れられないし、うん、その人工透析患者って今40万人ぐらいいてですね、すごくもう大きな問題なんですね、そこの原因がですね、このグラフを見てもらいますと、一番向こうは昔の昔だった1960年ぐらいの状態なんですが、はい、腎臓病になって人工透析になると、うん、まあ当たり前っちゃいけないけど、ね、まあ普通ですよ、うん、はい、ね、腎臓が悪くなって人工透析に陥る、うん、でまあ60歳50歳早い人は40歳ぐらいから人工透析始まったら、もう死ぬまで人工透析、うん、ものすごく苦しいし、ところが最近はですね、この下のグラフの赤いやつですよ、はい、この一番こっちが2000何年ぐらいなんですけど、結局最近半分ぐらいがですね、糖尿病になっちゃったんですよ、うん、だから人工透析を減らすためには糖尿病を減らさなきゃいけないんだけど、もちろんそういう動きはないんですよ、うん、なんでないかって言ったらね、人工透析は腎臓だから泌尿器科なんですよ。あ、そうですね、そうなんです、それから糖尿病は内科だったり循環器科だったりするから、うん、糖尿病は循環器科をやってますからっていうようなもんなんですよ、うん、僕らにとってみればね、そんな科なんて関係ないわけだから、うん、だから人工透析に陥るのは悲惨だから、糖尿病を治したい、うん、そしたらいいわけですよ、はい、その他糖尿病というのは目が見えなくなる、これが一番大きいですよね、うん、そうですね、うん、それから足の血管の方に血がいかなくなるので、うん、足が壊死して足首結構切らなきゃいけない、はい、それから、まあ、脳の認知症なんかもあると、はい、いうことで、我々の健康状態を基礎的に壊す、うん、基礎的に壊すものが治らないと言われると、うん、これひどいもんでね、そうですね、うん、で今から小崎先生にお話を聞いて我々が日常生活の中で糖尿病を治すことができると、まあ、少なくとも軽減は相当できると、ですね、まあ、治すっていう表現がちょっとまずいかもしれないんですけど、はいはい、糖尿病には2つ種類あって、はい、1型糖尿病と2型糖尿病があるんですね、はい、で大体その1型糖尿病とはまあ全体の 10% ぐらいと、はいはい、5% とも言われますよね、 5% か、でそれで2型がほとんどなんですよ、はい、ほとんどですよね、で2型糖尿病と1型糖尿病違いなんですけど、うん、その1型は、まあ、そもそもその腎臓か膵臓ですね、膵臓からインスリンっていうね、血糖値を下げる
ホルモンが出るんですけど、そのインスリン自体が出ないという問題なんですね。だから血糖値を下げるホルモンが出ないので、糖を摂取すると血糖値が上がって抑えることができないと、これがまあ1型の糖尿病で、2型の糖尿病というのはインスリン自身は出ているんですけども、そのインスリン自体が働かなくなる、本来のその糖を、体全身の細胞であり、あとは肝臓、筋肉、そして脂肪細胞に運んでいくんですけど、その運ぶ機能ができなくなってしまう、これインスリン抵抗性って言うんですけど、その状態になってしまうのが2型糖尿病なんですね。でも、この、糖尿病の爆発的に増えているわけなんですけど、何が増えてるかって言ったら2型の方が増えてる。昔はね、糖尿病ったら遺伝病だって言われてたんですよ、僕のちっちゃい頃、だから糖尿病にかかったらまず治す方法がない、しかも遺伝的だから、しょうがないよっつって、目が見えなくなるまでほっとくっていう感じだったんですよ、だからね、やっぱりこれの2型の糖尿病がね、少しでも緩和されるのは非常に重要なことですね、そうですね、だからその元になるようなものっていうのは何なのかっていうことをこう追求していけばいいんじゃないかなというふうに思いますね、それではどうも、じゃあそもそも今現在起きているその先ほど申し上げたインスリンですね、体の中にはこう血糖値が上がる状態というのは非常にまずいんです。でなぜまずいかというと、単純によく挙げる例で言うと、コカ・コーラこぼしましたと、でテーブルにこぼしたまま でそれを1週間ほったらかしにしますと、そうするとこのテーブルの絵がこうそのまま乾燥するとベトベトするじゃないですか。何が残るかっていったらその糖なんですよね。でその糖質部分がテーブルの上に乗っかったりとかする、そこにこう書類置いたりとかすると書類ダメになるじゃないですか、ね、ベトベトしちゃってで気持ち悪いと、でそういう状態なんですけど、それが体の中の血管でベトベトした状態にさせたままにしているともうさまざまな問題を引き起こすわけなんですね。でそれを、抑制させなきゃいけないということで、ホルモンとしてですね、その膵臓からインスリンというホルモンを出すんです。でだから食べたら血糖値上がって、あこのままじゃまずいということでインスリンをこう出すんですけど、で出したら、それが、筋肉であり肝臓であったりで、そして、余った状態になると私たちの、いらない脂肪というね、脂肪にこう運んでしまって、でそれで肥満のもとにこうなっていくというような状況なんですけど、でじゃあそもそもですね、なんで、この先ほど申し上げた、2型糖尿病、インスリンそのものが機能しなくなっちゃうのかっていうことなんですけど、要は糖質の過剰摂取をすることによって問題が起きてしまうということなんですね。で糖質を過剰摂取するとその糖が消化されましてですね、でそれがそのまま血中の中に入っていくと、でそうすると血糖値が上がるんですね。で血糖値上がった状態じゃダメなの でそれでインスリンを分泌させるんです。ただしそれがちゃんとしたその適量ならその膵臓の方も適量のインスリンを出していくわけなんですけど、それが過剰に出してしまうということなんですね。で過剰に出すとそれが運ばれてくる脂肪細胞、ほとんどがもう脂肪細胞にこうどんどん運ばれていくわけなんですけど、脂肪細胞の方でこう受け皿となる、窓があるんですね。で例えば脂肪細胞にこうインスリンがこう鍵をこう開けて、で脂肪細胞をパカッと開けて、あ糖持ってきたよと、でそれで運んでガチャンってこう閉められたら、糖が減るわけなので血糖値が下がるんです。でただしこのインスリンが大量に出てるっていうことはその鍵穴をですね、こう何回もこうやって開けるような感じなんですよ。そうすると鍵穴が壊れちゃって、そのもうある脂肪細胞みたいなものがこう開かなくなっちゃう。これがインスリン受容体っていうんですけど、その受容体自身が機能しなくなってしまって、要は糖を運ぶことができなくなってしまうっていう、これがインスリン抵抗性というふうに言われているものなんですね。でその抵抗性になってしまうと、インスリン自身がせっかく運ぼうとしても運べない、それが血中の中でインスリンが大量に残ってしまって、で、高血糖の状態が続いてしまう、これが2型糖尿病です。よく検査で空腹血糖とか言って糖負荷っつって糖を飲んだりして、はい、
しばらく経っても全然血中の糖が下がりませんよと、はい、そういう状態、はい、そうなんですよね、うんうん、だからやっぱり下がらないその状態で、うん、まあ、西洋医学的に考えると、あ、じゃあインスリン もっと打っちゃいいんじゃないかみたいな話になるわけなんですけど、うん、でじゃあインスリンで糖を下げようよっていうようなことをしても、元は私たちの食事なんですよ。だからその食事が変わらない限り、そのいくらその薬でやろうとしても、結果は変わらないということなんですね。だからその追求していかなきゃいけないのは、私たち その、まあ、食べているものであったりライフスタイル、そこがやっぱ重要になるというふうに思っています。はい、次、はい、に進んでください、はい、でこれでですね、はい、まあ、どうしてじゃあ糖質の過剰摂取が病気をもたらすかっていうこの話になるわけなんですね。はい、はい、でそうするとですね、まあ、糖質の過剰摂取になると、まあ、食後で高血糖になってしまうということですね。で高血糖になってしまうと、まずその先ほど申し上げた通り、テーブルが、ね、ベトベトになっちゃうみたいな形なんですよ。でそれは何が起きるかっていうと、この糖化現象であったり、その、まあ、あの AGE っていうふうにこう言われているものなんですけど、こう血中の中にはこうタンパク質とかそういうその栄養素とかが運ばれているんですね。で、まあ、コレステロールも運ばれたりとかしているわけなんですけど、そこに、糖がくっついちゃう。そうすると、ベトベトしちゃうような状態になるわけなんですね。でこれが、結構まずくて、非常に体の中を酸化させる、要するに、まあ、フリーラジカル、まあ、活性酸素と言われているものなんですけど、それがこう出てしまうわけなんですね。だからその結果として酸化ストレスですね、酸化ストレスになるということですね。まあ、これは、その活性酸素フリーラジカルが大量にこう出てしまうということなんですね。でこの酸化ストレスが出ると、これがですね、まあ、元となる先ほど申し上げたインスリン抵抗性、インスリンが効かなくなるっていうようなことも起きますし、あとは私たちの体のエンジン、これはミトコンドリアっていうものなんですけど、まあ、そのエンジンそのものをこう傷つけてしまう。でミトコンドリアの機能不全というものが、まあ、臓器不全であったりがんになってしまったりというようなことが起きるわけなんですね。そうだから、まあ、そうやって糖の過剰摂取をすることによって、まあ、インスリン抵抗性で、そして、ミトコンドリア機能不全、まあ、もしくは血管の中の血管内皮も傷つけたりとかして、でそれがじゃあ修復しなきゃいけないと、ということで修復してくれるのがコレステロールになるわけですね。だからコレステロールをこう、やってこう治そうとするわけなんですけど、それがもうどん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 傷ついていくと、そこに、溜まってしまって、それがまあ動脈硬化、はい、血栓になったり動脈硬化になったり、僕はこういう今の説明の中でそのなんか酸化のどうとかとか、はい、あんまり同意はしてないんですけど、はい、道筋としてはこういう道筋が今の医学界の認識の主流であることは確かですね。そうですね、そういうふうに言われている、そうですね。だからまあそのコレステロールでも、ちゃんといわゆる悪玉コレステロールっていうのが我々の血管を治そうとするんですけど、うん、するんだけどあんまり傷が多いと治してる途中にまた治すのから積み重なって、うん、それで NHK がな悪玉なんていうもんだから、本当は一生懸命働いてる人をね、そう単純に LDL、HDL って悪玉って言われてるものも、いや運搬業者ですから、そう運搬業者だからねコレステロール2つあるっていうね、勘違いされるんですけど、そうそうそう、コレステロール1つしかないんですよ。しかないで水と油が混ざらないということなので、だからタンパク質で包んであげて、でちゃんと血液で運搬できるようにしてくれるのが LDL なんですよね。だからそれが悪玉っていうのは全くの間違いであって、で元となるのはその血管を傷つける元、まあ、これはまあ一般的にもう酸化ストレスって言われているんですけど、コレステロールに問題があるんじゃなくてね、はいはい、傷が起こるからコレステロールが治そうとする、うんうん、だからそれは善玉ですよ、それは悪玉なんですって僕なんか悪だってんだけど、コレステロールを代弁しても冗談じゃないまあね、まあ、それ、はい、それあんまり熱中してるとあれだから、はいはい、そう、あと、ね、インスリン、あとインスリンのね、話大量に出るところの問題なんですけど、これは認知症に先ほどねつながるっていう話があったわけですけど、インスリンが大量に出ると、まあ、インスリンが使い終わった後に、まあ、分解してくれるんですよね、うんうん、で分解して終わらせるんですけど、そのインスリン分解酵素っていう酵素があるんですよ、うん、でそれで、対応してくれてるわけなんですけど、実はその酵素が、アミロイド β っていうですね、うんうん、その脳内にたまるゴミがあるんですけど、そのゴミも分解してくれるわけなんですよ。ただし大量に出てしまっていると、そのアミロイド β を分解する
分解酵素が足りなくなる、まあたですね、実際にはアミロイド β を分解するよりもインスリンを分解しなきゃいけないということで、そっちに忙しくなる、はい、だからアミロイド β に脳内に溜まったことによってアルツハイマーにつながるというのが、はい、まあ、一つの仮説なんです ね、 そう、だから僕らは常にご飯を食べなきゃいけないのは、うん、なぜかといったら体の中に、まあ、糖はある意味じゃ必要ですよね、はい、あの栄養になるわけだとか、はいはい、エネルギーになるわけだとか、うん、だけど糖を運ぶためにはインスリンがいるし、はい、それでなんか血管を傷ついたらコレステロールがいるし、はい、そういうものは絶えず供給しなきゃならないからご飯は食べなきゃいけない、はいはい、ご飯をあんまり食べすぎると今度は、まあ、インスリン分解酵素もまた作らなきゃいけない、ご飯から、そうですね、みんなご飯から作らなきゃいけない、あの今ご飯つってんのは米じゃなくてあの食事のことです、ね、食事ですね、はい、そうですね、まあ、そういう問題が、まあ、あるということですね、はいはい、で、要するに、まあ、一般的にこう何が起きるかというとですね、うん、そのこう血糖値が急上昇するかしないかというところになってしまうんですよね、なるほど、で、要は過剰摂取なんですよ過剰摂取をしてしまうと、うん、これがあの血中にこう入ってくるとこう急激にですね、こう上がってしまうわけです、ね、横が時間で、はい、横が時間で向こうで食べると、はい、そこのところで食べると、はい、そして食べると血の中にあの 血糖がダッと出てくるから、はい、バーッと血糖値が上がると、はい、そこでインスリンが出てきて、はい、その糖を捕まえて細胞まで持っていくと、そうです、また下がっていくと、はい、そうなんです、で問題ですね、大量に出るということはここで大量に取っているわけなので、ここで要は自分の体の中に脂肪を蓄積するんです、うん、はい、で脂肪蓄積して、だからその肥満に元になってしまうというようなことなんですけど、うん、でそれで急激に大量に出して、で大量にその血糖値を下げようとするとですね、あの血糖値が急降下するという話なんですね、うん、でそうするとですね、うん、そのまたこの段階でですね、うん、そこになると、眠気であったり疲労感であったりですね、あのさらに急激に糖が減るわけなので、脳が、うんうん、あまた糖が欲しいっていう、うんうん、その、うん、空腹感になるということなんですね、うん、でその血糖値の乱高下によってまたその集中力もつかなくなったりとかっていう問題が起きるんですね、うん、だから食後になって、うん、あ眠たくなる、そう眠たくなるのもあるし、あちょっとまだお腹空いたって言って3時のおやつ食べようか、うん、3時のケーキをまたさらに食べる、食べちゃおうかみたいな話になっちゃうんですよ、うんうん、でそうするとまた急激にこう上げてしまってですね、はい、でその、乱高下、っていうものをこうインスリンスパイクって、まあ、一般的に言われるんですけど、そういうことによってこれがですねずっと毎日毎日毎日続けていくとですね、これがですねその精神面の問題であったりとか、であとはその肥満ですよね、肥満であったりとか、集中力、まあ脳も働かなくなってしまったりとか、いうようなことが起きて、でその結果先ほど言ったインスリンが働かなくなるとか、まあホルモンバランス、まあそのインスリンが出ることによって、かなりその体の体内のホルモンを乱すんですよね、そうですね、そういうことによってまあ、体の体調の不具合につながっていくということですね、うん、まあ、僕なんかはもちろんご飯食べたら眠たくなりますけど、はい、だからまあ寝たりすると、はい、しかし僕は甘いものは嫌いだからその後3時のおやつは食べない、食べない、はい、若干そこはいいですねいいですね、はい、桃子さんどうですか、同じです、同じですか、はい、ご飯はもりもり食べますけど、はい、おやつは食べる習慣がもともとないので、あ習慣ないんですか、はい、お酒をじゃんじゃん飲む、あ酒は強いんだ、飲んだらダメですねそう、はい、でもね、まあ、あのそれも選びようなんで、はい、あのアルコールに関してもね、はい、じゃあ具体的にどうすればいいかとか何ができるか、はい、そうですね、だから私たちのその今要は理屈はよく分かったと、はい、はいはい、じゃあどうするか、何を食べてどうしたらいいか、ですね、じゃあ一般的に、はい、三大栄養素言われてますよね、うん、そのまあ、糖質タンパク質脂質、はい、って言われているようなものなんですけど、はい、じゃあそこの中で、まあ、糖質って言われてるのはこれ、まあ、炭水化物、なんですけど、うん、その炭水化物の中でもその食物繊維を引いたもの、が糖質にこうなるっていうことなんですね、はい、で、そうするとですね、その糖質タンパク質、脂質でこう考えていくと、こう人間には、ガソリンになるものは2つあるっていうことなんですよ、うん、で1つが、ブドウ糖っていう糖なんですよね、でもう1つがそのブドウ糖に代わる脂質からなるですね、ケトン体というものがあるんです。で、そのこの2つがあるわけなんですが、今現代のその食生活の中で、まあ
主食となるものというのは、まあ、穀物が非常に多いですよね。そうそう、うん、で穀物 60%、はい、と厚生労働省が言ってるけど、はい、それが適当だなんていう根拠はないと、はい、そういうことですね、うん、はい、であとはまあその米とか食べながら、まあ、普段で言ったらまあパスタ、ね、はいはい、食べたりとか、はいはい、お好み焼きとか、はい、たこ焼きみたいな、で それプラス、はい、そのコンビニとか行くとたくさんのお菓子があるわけじゃないですか、はい、でクッキーであったりとかケーキであったりとか、まあ、そこにはですねほとんど糖質がこう入っているわけです。砂糖も入ってる、砂糖も入ってるしで、それがまあほとんどがまあブドウ糖という糖に変わってしまうわけなんです。だからそこの要はまず体内に入れるその糖を減らしましょうという話ですね。炭水化物その制限こうしていったりとかいうことによって基本的にまあタンパク質脂質、うん、穀物をこう抜いていくような流れにこうしていくと適正なね糖の量になって、で、まあ、実はですねその肉って要は糖じゃないんじゃないかみたいなふうに思われるかもしれないですけど、実はこのアミノ酸を肝臓が糖にしてくれるんですね、うん、だからそれでその糖を摂取しなかったとしてもちゃんと体の中で糖を作り出すっていうね、ものができています。だからまあ大体肉は高くて、うん、はい、高いものを安いものの代わりに使うのかと、はい、どうせブドウ糖で使うなら米食った方がいいよと、はい、そういうことですよね。そうですね、だからまあタンパク質を無理やりブドウ糖で使う必要はない、はい、あ、それからですね、あの視聴者の皆様にちょっとここでお断りするとね、うん、今主に考え方は3つあるんですよ、はい、一つがあの小崎さんの言うように、うん、ブドウ糖の量を減らして、うん、油から作られるケトン体を利用してエネルギーにした方がいいという派と、うん、はい、それが全く逆で、脂肪を取らない取らないっていうね、脂肪がいけないんだと、うんうんうん、タンパク質からいけばいいんだという派と、はいはい、さらには、うん、米さえ食ってればいいんだと、ね、というのとね、はい、もちろんあの3つあるの、はい、それでねこの3つのうち何が正しいかと考えなくていいっていうのが僕の考えなんですよね、はい、あの3つそれぞれに正しいんじゃないか、はい、ただケトン体をうまく利用できる人と、うん、ケトン体をうまく利用できない人、はい、理想的にはケトン体を経た方がエネルギー効率も高いし、うん、それからいろんな障害も起こらないから、はい、ケトン体を通過してやれる人はね、うん、あのできるだけ、糖質を下げて、うん、それでケトン体経由でいけばいい、うん、だけどケトン体経由するためにはビタミン K がいるんだろうね、うんうんうん、ね、なんかどうのこうのってあるわけですよ。そうですね、そういう条件が整わないような人は、うんうん、むしろ脂肪フリーでブドウ糖からいった方がいいという人もいる。いや、まあ、あなたはもちろん不本意であることよくわかりますよ。いやいや、まあ、あのだけどそういうことを主張している人はいる、はい、それから日本の米の、ね、推進者は、米を2合、うん、1日2合さえ食べればそれでも健康なんだとそうですね。そしてほら2人で会ったじゃないですか。あ、いましたね。したら2人とも、ね、女性でスラッとして健康じゃないですか、はいはい、だから、うん、今のところですよ。これから学問が進んだら、うん、あなたの言う通りケトン体経由がいいってなるかもしれない、うん、その時ケトン体がいいためのサプリなんかできて、はい、飲むとケトン体利用するのは3つか4つかものがいるから、うん、それを供給できるってことになるかもしれないけど、うん、今のところは人によるかもしれない。そう、それから環境か、まあ、あの、まあ、ケトンを出すそのまあメカニズムみたいなのがあるわけなんですけど、その、なるほど、これがあってですね、まあ、そのケトンを出すっていうのはスイッチがあるんです、はいはいはい、でそのスイッチは何を見ていくかというと、うん、その血中 その血糖値なんですよ、うんうん、だから血糖値が下がってくると、まあ、例えば、地震で埋もれてしまったっていう方がいられて、はい、でずっとこう食べずに、水だけでしのいできたけどでも生き残ってるっていう方いらっしゃるじゃないですか。で普通だったら食べなかったら死ぬっていうふうに思っても、うん、でもなぜ生き残るかって言ったらその血中の血糖値がこう、ね、下がったとしてもですねその体がちゃんとエネルギーをこう作るようにできていて、でそれを蓄積した脂肪をこう分解してくれて、うんうん、でそれがそのミトコンドリアがエネルギーにできる、ケトン体でも作ってくれるんですね。だからその1週間食べなくても生き残る、奇跡的に生き残ったっていうのもこれはケトンで生きてたっていう話なんですね。そうだからまあそういう意味でそのもしだからまあお腹に脂肪があるとか肥満だとか、っていうことであったりそのまあ2型糖尿病で、まあ、インスリンが効かない状態になったとかっていうことだったらまずこういうその食生活をこうしてみて、で、それでインスリンが効くようになる可能性もあるし、
であとはその、まあ、ついてしまった肥満ですよね、あの脂肪がついてしまって、でそれをなんとかね取り除いていきたいと、健康体になりたいということだったら、まあ、こういう食生活っていうのも、検討してみてはいいんじゃないかなと思います。あのだいたい女性がね、うん、脂肪をつけるのはね、はい、昔だから生物学的に言えば多分ね、子供をどんな時でも育てなきゃあんから、はい、自分の体に脂肪を貯めといて、うん、でいざっていう時に脂肪をミトコンドリアで燃やすためであると長らく言われております、はい、だから女性は太ってた方がいいんですよ、はい、ね、うん、子供がいる限り少なくとも太ってた方がいい、うん、したら女性はそこのところは生き残る、はい、わけですよね、はい、それから絶食療法みたいなのもですね、うん、ある意味では血糖値を一回下げてケトン体のルートを開くものではないですか、ね、違う、それは絶食はそうです、うんうん、だから断食をしていると、そうそう、あの、まあ、もちろん血糖値下がりますので、うんうん、でその間に、だいたい血糖値その80下がって70下がってくると、相対的にケトン体の血中の量が上がっていくんですよね、うんうんうん、そうやってうまく体が機能できてますね、はい、そうですね、うん、だからあれですよ、昔はねそういうこともよく分かんなかったのは、どうしてかって言ったらもう大体貧乏でお腹を減らしてたから、どっちかっていうとインシュリンが効かなくなるような状態ってのはあまり作れなかったんですけどね、最近はそうじゃないので選んで食べるようになったので、うん、まあそういうことなんですね、うん、ちょっと全然あると関係ないんですけど、もともと生物はねできた時はねミトコンドリアいなかったんですよ、うん、いなかったからクレブスサイクルっつって今のブドウ糖を分解するものしかなかったわけですよ、うん、我々の体にまだ両方残ってるの、うん、それでクレブスサイクルで回るやつはミトコンドリアで回るやつよりかは、分解されるやつよりかエネルギーは同じブドウ糖の量でも19分の1っていうね、うん、ものすごく能率の悪い昔の方法だから、うん、だからまあそういう意味でも本当は、まあクレブスミトコンドリアっていう異物の生物が僕らの体の中にいるんだけど、うん、そっちにまあ頼むとそれだけにちょっと歪みがあるんですよね、うん、それで糖尿病と起こる、うん、まあ、簡単にそう言えばそうですよね、正しい、ああでもね、また先生のね、うん、面白いグラフがあるじゃないですか、ああこれこれちょっとこれこれね、これね、これね、僕ね素晴らしいと思うのはね、これ糖尿病が出てきた頃なんですよね、はい、このグラフ見ても分かりますように、1950年頃つまり戦争直後なんて栄養なかったから、はい、糖尿病なんかいないんですよ。ところがだんだん高度成長とともに食料が豊かになって糖尿病が発生するでしょ、うん、それで1990年を越すとものすごい量になってきて200万人とかなってる、ね、はい、すごいですよね、うん、それでこの人は学者なんですよ、この、うん、あの大学の先生が書いたグラフなんだけど、ちょっとそれを失敬したんですが、エネルギー、そうですね、自動車が増えたからだっつって、ね、自動車糖尿病があれでね、うん、自動車保有台数がプロとしてあって、うん、ね、これは面白いですよね。面白いね。そうだから基本的にですね、日本人の糖質摂取量っていうのは減っている。減ってるの事実なんですよ。そうそうそう、だからもしこういう話で、う、糖が問題なら減ってるのに糖尿病増えるのはなんだっていう話になるんですよね。そうそうそう、ただそれだけ、まあ、糖のもちろん問題もありますけど、うん、普段のライフスタイルで、うん、あまりにも運動しない、うん、私たち、そうそう、それも元になってるっていうね。だって昔は男なんてのはね、朝の4時からこうクワ振るってて、はい、お母さんこう趣味やったり夫婦やったりしたら、そうですね、ものすごいエネルギーで、うん、この前お医者さんがね、あるお医者さんが計算してるのを見たらね、はい、今の普通に生活してる日本人とはね、はい、これ計算値だけだからあんまり実施しないで、ね、2日間で2日目の夜に夕食を食べるだけでいいんだ、そのエネルギー計算すると、そうかもしれないですよね。今ほとんど労働しないじゃないですか。そうですね、あまりにも動かないし、せいぜい歩くぐらいだけど、はい、階段だってね、元気な人がね、エスカレーター乗ったりしてるし、なんだと言ったよ、あなたの足はなんでついてるんだって、あ、そういう意味じゃね、今の男性って筋肉ついてるでしょ、はい、今の男性が筋肉が有効な時はいつかっていうのがあってね、コピーの蓋を開ける時って、ね、自動車の窓もこれじゃないと、ボタンだと、はい、一体何だと、うん、これを肺人工学って言うんです。肺人、はい、もうね、工学エンジニアね、はい、がどんどん進めば進むほどほとんど動かない人間になって、自分の体についてる機能は全然なくなってる。ここでスポーツやったりね、はい、エクササイズやったりね、そういうくだらないことしてるわけですよ。働けとまあそれはちょっと極端じゃないかなと思うけど
そう、でもこの車保有ダイエットするともう一つ大切なのはやはりあのストレスなんですよ。あの血糖値を上げる要素っていうのはその食事だけじゃなくてストレスすごいですもんね。コルチゾールってホルモン出るとまあこれがですねその血糖値爆発的に上げるんですね。そうそう、だからケーキ食べるよりもあの夫婦喧嘩の方が血糖値上げるっていう。いやだからね、そこはあの難しい問題で、ケーキが好きな人がこれ一番難しいんですよ。ケーキを食べて血糖値が上がって糖尿病になるケースと、ケーキを我慢してストレスで糖尿病になるケースとある。なるほどね、はい。まあね、あの、まあ、そういうところもありますし、まあ、あとはその現代社会で、まあ、みんなもうイライラしてるじゃないですか。そう、もう満員電車乗ってで、まあ、ちょこっと肩触れただけでおめえなんだみたいな、そう言われるじゃないですか。そう、なんでそこまでこう、ね、心が狭くなってしまうのかみたいな思いますけど、電車が混んでるのはね、はい、その人が乗ってるからですよ。あなたが降りたら電車が空くって言うんだよ。僕大学の時ね、学生がねもうブリブリして来てね、今日電車が混んでたって言うから、はい、君降りたらいいじゃんって言うんですよね。そう思えればね。はい、だからね、まあ、一つにその、まあ食事だけがなんとかっていう話じゃないんですよ。だからそうではなくてやっぱり全体のバランスをこう見て、でやはりその病気で 何が起こっているのかっていうのを見ていかないと、やっぱりだからここのね車の保有台数で、ね、見てもこれがいかにその自分たちが運動してないのかっていうところもやっぱり 、ね、見ていかないといけないなと思います。他もう大体これでいいですか。はい、したらね僕ね、うん、さっき あのビデオの人、はい、治った人、はい、あの人が具体的にはどういう生活をしたんですか。はい、あのもう厳格にですね、もう米食べない。あ、米食べない。お米でありもちろんパン、うん、まあ、小麦からできてるものですね、はいはい、で穀物摂取はやめる。じゃあどっちかって言ったら今流行ってる糖質フリーに近い。そうですね、はあはあ、で基本的にはお肉とかサラダとか、はあはあ、あのそういうもので、はあはあ、もう厳格にその糖質の、グラム数まで計算して、はいはい、で毎日ですね、うん、その自分の食べた献立をエクセルに残して、うん、残して、はい、でそれでぐーっと、でしかもあのここにこうパッチで貼って血糖値を測るやつあるじゃないですか。ある、毎日血糖値で測ってたんですよ。なるほどなるほど。でその中で興味深かったのが、1回だけバーンってこうあの、ね、高くなったことがあったんですよ。その時 何が起きたかって言って、うん、もちろん食事やってますよ、うん、でも血糖値が上がった要素は、うん、あの上司との喧嘩だったんですよ。おだからそう、だから食事だけじゃないと、うん、いうことなんですよ。普段のライフスタイルっていうところが、ね、それでどのくらいから、あの人4ヶ月って言ったけど、どのくらいからか。あ、1ヶ月です。あ、2ヶ月。1ヶ月どのくらいから下がり始めるんですか。 8.9 から、まあ、5.9 まで下がったんですけど、うん、その基本的に血糖値って、はい、その、はい、血中の血糖量というのはすぐ下がるんですよ、うん、ただそのヘモグロビン A1C というのは、うん、そのヘモグロビンが A1 あの糖化した状態のことなので、うん、まあ、下がるのには結構時間がかかったりとかするわけなんですけど、だからそうやって1ヶ月ぐらいかけてその A1C が下がっていったっていうことです。それはあのもっと深く言えばっていうか、それはまあ調べてないのかもしれないですけども、インシュリン抵抗性が改善されたのかとは言い切れない。いけない、ね、いけない、いけない、あの、うん、だって食事で糖が入らないから、うん、そうそうそう、下がって当たり前なんですよ。当たり前ね。ただしそれがインシュリンが効き始めたって勘違いはダメなんですよ。そう、ね、治ってないですよ、治ってないですよ。そうそうそう、いやいや治ってるかどうか分からない、分からない。インシュリン抵抗性はインシュリン抵抗性、もう一回測ってみないと、何かの手段で測ってみれば分かる、はい、だからそこで、要は糖を摂取してちゃんと血糖値が、ね、下がる状態になってるかどうかっていうのはあれなんですけど、言ってみれば糖負荷試験をして、うん、あの糖負荷した後の下がり方が正常と同じかどうかっていうのを見て、はい、うん、それが戻れば、はい、本当にその人は糖尿病から解放される。そうなんですよ、うん、だから治ったじゃないんですよ、うん、糖を摂取しないから、うん、あの血糖値、うん、A1C が下がるのは当たり前、うん、はいはいはい、ただ下がったから治ったという認識はダメなんです。はい、うん、人間の反応っていうのは、例えば、本当に変な話なんですけど、多くの人が錯覚してるんですけど、走り始めたら突然筋肉がつくわけじゃないんですよね。はい、走ったりなんかベンチプレスしたらその日からあの筋肉が増えるわけじゃなくて、やっぱ3ヶ月とか6ヶ月とかかかるわけですよ、はい、だから体ってのは必ずそうですね、はい、それの錯覚が、例えばコレステロールなんかそうなんですよ、うん、それを悪用したのがコレステロールを主体としたお医者さんだったんだけど、はい、外から食べる卵とか、はい、そういうものを制限して1ヶ月後に測定するんですよ、うん、したら外から入ってくるのが減るから、はい、
当然体内あのコレステロールは体内構成が80、はい、体外から20だから、うん、その体外から20をなくせば、うん、とりあえず80になるんですよ、はい、ところが今度はもっと厄介で、はい、半年経つと80が100になるんですよ。体内構成体内が作ろうとしますからね。そしたらね、はい、もう今度は全く食べれなくなっちゃうっていうね、うん、ことに陥るわけですよ、はい、でこれで騙してスタチンっていう薬を投入するっていうことがなかなか行われて、まあ、これは1915年かなんかにもうやめなったけど、うん、だからその体の反応っていうのは、直ちにじゃない部分も随分ありますからね、はい、だからこの場合は僕はあの一応外部から入ってくるのが減ったから、うん、この機会にインスリン抵抗性が治ってくれるとあの人いいなと思う。そうですね、だから治る期待があるとあるね、いうことですね、うん、ただまあ最低でもその薬を摂取して血糖値をコントロールしようっていうことはなくなるんです。そうで、だから薬がそれからもう具体的にあの人工透析とか、あれとかアルツハイマーとかね、はいはいはい、が目が見えなくなるっていう危険性はなくなりましたからね。そうなんです、そうなんです、ね、はい、血糖値がなくなるなくなるんだから、うんうん、そうなんです。だからまあそういう意味でやっぱり、まあそのインスリンなんですよね、うん、インスリン過剰分泌させないと、うん、いうことはやっぱりその糖の過剰摂取と、いうことによって不具合が起きるっていう可能性も。桃子さんがこんな痩せてるのにね、ご飯山ほど食べるんですよ。違う？そうです、はい、なんでおやつをあまり食べないっていうのが大きいのと、まあ、日頃から動くことを意識してる、ね、あスポーツマンだからね、だからもうちゃんと代謝してればいいと思うんですよね。あとはじゃあ、はい、僕と議論の時に調べてくれた糖類は減ってるのにインスリンが上がってる、だから砂糖が減ってんでしたかね、いろいろ。そう、砂糖の摂取量が減っているにもかかわらず、うん、糖尿病が上がると増えてると、だからといって必ずしもそのじゃあ糖が問題ないっていうことではないですね。ないということですね、はい、うん、まあ、あのそういうことで今日は糖尿病で難しくて、まあ、あの小崎さんがいろいろなネットも出しておられますんでね、うん、はい、まあ、それを見られて私 の, あのご推薦ではですね、やっぱりまあ一回やってみたらいいと思います。僕もですね、実は小崎さんに会う前は何でもいいから食っちゃえという感じだったんですけど、うん、そうではなくて、この頃はですね、だから今僕は実験してるのが米2合、1日米2合を実験してるんですよ。で一応それでやったらどうなるかでね、うん、それからまあ少し脂肪にずらしたらどうなるか、やっぱ人によっても違うし、うん、そうですね、まあ、年齢とかね、はい、代謝とかそういうのと違うんでね、桃子さんみたいにいくら食べても運動してるからいいんだなんていう人もいるしだからまあだから本当その代謝しっかりさせた上でね、そう、でやっぱり健康な人はいいと思うんですけど、やっぱり肥満であったり、まあ、糖尿あそう、ね、血糖値の問題がある方はやはりそう考えられた方がいいっていう、そうですね、はい、ではそろそろ、はい、そうですね、お話の方も詰まってまいりましたが、はい、まだ次回もございますので、今日はこの辺でということで、はいはいはい、ありがとうございました、はい、どうそれでは皆さん、武田邦彦、ギャングル大さん、笑って暮らして石田さんは今日はこの辺でということで、また次回お楽しみ、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。
Dear